フランス・ハルスは17世紀のオランダで活躍した大画家。ハルスはオランダ絵画の黄金時代を代表する画家の一人で、レンブラントよりはやや年長ながら、ほぼ同時代に活躍している。オランダのハールレムで活躍し、作品にはハールレムの住人を描いた肖像画が多い。人々の生き生きとした表情を捉える。描写力は卓越している。笑っている。 人物画を多く描いたことから笑いの画家と呼ばれている。代表作の陽気な酒のみ、微笑む騎士はモデルの人柄まで伝わってくるような名作である。ハールレムの名詞を描いた集団肖像画も多い。かつてオランダで発行されていた銃ギルダー紙幣にまで肖像画使用されていた。陽気な酒のみ1628から30年、アムステルダム国立美術館。 モデルが特定できない、この人物画は、注文を契機に制作されたのではなく、興味を惹かれた人物を画家が主体的に選択し、主要モチーフとして描いた作例であると考えられる。フランス・ハルスの人生の詳細は、かなり正確に伝わっている。彼は1582年、または1583年に、アントウェルペンで生まれた。父は、カトリック教徒であったと思われる。 1585年頃、当時のフランドルの多くの住民がしたように、家族はハールレムへ移り住む。多くの資料に、師匠はカレル・バンマンデルであると書かれている。だがこの市の作品様式上の影響は皆無ムに等しく、すなわちバンマンデルの北方マニエリスム様式の影響は、ハルスの作品には認められない。ハルスは27歳になって、ようやくセール組合のメンバーになれたが、 もっと早く認められていてもよかったであろう。組合入会後は風俗画の制作を始めた。ハールレムでハルスは2度結婚し、14人もの子供を設けている。彼はスパールネウンが近くの賑やかなこの都市で多くの肖像画を描いて人生のほとんどの時間を過ごした。肖像画の制作はある時は注文に基づき、またある時は老人、子供、女性、 酔っ払いなどの人物を画家の関心に従って選んで描いた。ハルスは1666年84歳で死去したとされる。フローテ・マルクと中央広場にあるコ・バーボ教会に埋葬された。ハルスの弟、ディルク・ハルスも画家で集団肖像画を得意とした。また、ハルスの息子の内ハーモン・ハルス、フランツ・ハルス・ジュニア、ヤン・ハルス、レーニエ・ハルス、 ニコラズ、ハルスの5人が画家となった。ハルスの作品のほとんどは散逸しており、もともとどれくらいの作品が描かれたかも分かっていない。シーモアスライブによって1970年から1974年に編纂された現在最も信頼されている。カタログによると222枚の作品がハルスの作とされる。もう一人のハルスの権威であるクラウスグリムの フランツ・ハルス、ダス・ギャザ・モトベクによると、この数は、もっと少なく145作品となる。ハルスが、風景が、生物が、または物語を題材にした絵画を描いたかどうか、正確には知られていないが、おそらく描いてはいないと思われる。17世紀オランダの多くの画家は、専門性を持っていた。ハルスも、また、純粋に一つの画風にのみ注力した。 個人の肖像画から二つのペンダントをお互いに掛け合う結婚したカップルやライフル協会の五つの連作、理事と理事夫人の肖像画などの人物の風景など、彼はひたすらに人を描いた。一般的にこれらの肖像画は、作家、市長、聖職者、貿易商人、知事など中流から上流階級の人々からの注文で描かれている。例えば、 自身のグループの肖像画を発注した、少なくとも、商工家か士官と思われるライフル銃兵たちもまた、いくらか上流で裕福な階級の出身である。ハルスはまたしばしば風俗画も描いた。浜辺の漁師の子供や、八百屋の女、ハールレムの農夫、マルバブなど、卓越したセンスで描かれた作品が残っている。これらも、また肖像画とも言えるだろうが、より、 日常の瞬間を切り取った点が特徴である。オランダ、リールダムのホフジェファン・メフラウ・ファン・アイルデン美術館に所蔵されている彼の作品、笑う二人の少年は1988年、2011年、2020年の三回盗難にあっている。我々がハルスの作品から受ける印象は、キャンバスに一気化成に絵筆を叩きつけて描き上げる姿であろう。しかし、 後世の技術的及び科学的な研究から、この想像は誤りであることが判明している。このユニークな画風は、実際には、替え書きを描いたり下地を置いたりせずに、自家久し技法で大胆に描いた結果である。しかしその大胆さにもかかわらず、ほとんどの作品は、当時主流であった絵の具厚く塗り重ねて、層を作る技法が用いられている。時に、彼の作品は、 グレーやピンクの下塗りの上に、チョークや絵の具でデッサンされ、そこからさらに多彩な、あるいは必要最小限の色を徐々に加えて描かれた。初期の頃から才能を発揮していたハルスは、ほとんどの場合下塗りを大雑把に済ませている。この手法は、彼のやや後期の円熟期の作品に見られる。ハルスは、持ち前の多彩さに素晴らしい大胆さと度胸と技巧を合わせて発揮し、 肖像画の対象となった人物が存命中に素早く描き上げた。言うなれば、同年代の画家が地質であったのと異なり、彼の肖像画によって死ぬ者はいなかった。依頼主からの要求があろうがなかろうが、彼の絵画には対象人物が正確に内面まで描ききれていた。彼の最初の研究者であるシュリベリウスによる17世紀の著書、永ンメイン。 オーマン・メニー・アバン・スチャイルド・ラン、ダイ・ヘム・エイゲン・イズ、バイ・ネイ・アレ、イエ・デレーン・オーバート・レフトで、ハルスの絵画手法が分析されている。デッサンから描き出す、計画的な描画手法は、すでに16世紀のイタリアに存在していたため、ハルス自身のアイデアではないようだ。ハルスはおそらく、フランドルの同年代の画家たち、すなわち、ルーベンスやファンダイクラの影響を受けていると思われる。 ありがとうございます。